失礼します。お疲れ様でした。これ僕明確に覚えてますけど、7、8年前かな。まあ、2K にそもそも売れない芸人と2人で住んでて、でその、まあ、6畳と僕4畳半で住んでて、6畳の方にもう一人住み始めて、3人で住み始めて、で4畳半の方にもう一人住み始めて、4畳半と6畳に4人で住んでた時があって、で4畳半でその横に住んでる人が音楽結構ね、あの聞く人で、その時にラブホテル、クリーパプスのラブホテルが流れてきて、最初一瞬女性っぽい、女性かなと思ったら聞いてくと、あ、男の人だっていう、なんか不思議な感覚で、え、なんか、え、ちょっと教えてもらっていいですかって言って聞き始めたのが最初って、めちゃくちゃ覚えてますね。そこ一番あれなのは、なんかうちの事務所のライブとかで、なんか転換曲がずっとフィッシュマンとかだったんですよ。本当に多分10年ぐらい多分ずっとそうだったんですけど、なんかうちの事務所に鍵しっぽってコンビのサチって女の子がいて、うん、なんかその子が音楽好きなんで、なんか任されて、それ転換曲何かにしてってしたら、急にあのエロに急に変わってて、僕その時その曲知らなかったんで、あの明るめの曲じゃないじゃないですか、あんまり。だけどなんか、あ、なんか出やすいなって思って。そうそうそう、はい、だからそれうちのお笑いライブ、ネタとネタの合間、はい、エロ流れてる。そうそうそう。まあ、ピンサロ嬢になりましたとか、その札束三枚からその花びら三枚になってとか、なんか最初こうパッと見た時なんか引き込まれるような歌詞で、なんかすごいいいなと思ってたんですけど、なんか何回かこう聞いたり歌詞見てるうちに、あれ、これ自問自答の歌で自問自答の歌詞だなと思ってたんですけど、その命短し恋せ乙女だけカタカナなのどういう意味だろうってずっと思ってたんですけど、命短し恋せ乙女だけこっちからのこうエールというかだってことに、多分そうだなと僕思ってるんですけど、そうだなってなった時、ちょっとかっこよすぎるなというか、なんかその素敵すぎるなというか、でちょっとグッとこう掴まれたのはあります。僕あのまあ歌詞とかで、あの僕はそのまあそれこそピンサロ嬢とかっていう、僕あの夜のお店詳しいんですけど、だからそういうワードとかも結構詳しいんですけど、一見なんかただ卑猥みたいな風に思う人とかいるじゃないですか。僕結構そういうのが、その文字面だけ見て卑猥って思う人がちょっと僕結構なんかそのナンセンスだなと僕は思ったりするんですよね。だから言ったら僕たち見た目まあもう不審じゃないですか。いやだけど、いやそこだ、その見た目だけで決めないでくださいよっていうのが確かにね、やっぱあるんで、はい、だからまあそういうのと、まあ僕らなんかおこがましいですけどね、なんか近いのかなとか思ったりとかもしますね。だから好きです ね。はい、去年の M1 グランプリぐらいの予選の時期とかにめちゃくちゃしょうもなく聞いてて、まあ僕ら3年前とかに1回決勝まで行かせてもらってるんですけど、なんかその時より、その時は本当になんか決死でただやってたような、もうやめようと思ってたんで、だからもうなんか特に邪念とか何も考えず多分やってた気がするんですけど、まあ一応3年間少しだけ出させてもらって、なんか漫才のパターンじゃないですけど、なんかこうやったらウケるとかなんとなく分かるようにやけちょっとだけなったんですけど、なんかそれが邪魔だなっていう風に、でもなんか受けるからそれやってしまうようなっていうのをちょっと思ったりしてた時に、やっぱりその言葉に追いつかれないスピードでっていうのがもう本当に、はい、本当そういうことだよなと思って、本当にあの言葉よりも先に自分の気持ち乗せていかないと、言葉気持ちじゃダメというか、気持ち言葉っていう順番じゃないと、同時は
同時じゃダメ、ね、言葉、気持ち、同時じゃギリダメ、気持ち先じゃなくて、気持ち先、そうだから気持ち先だから俺たちはなんとかいけたの、うん、最初に。でも今はちょっとだけ言葉が先になってしまったりしてるから多分落ちたんだよ。だから俺はそれが良くないと思って聞きまくってた。あと夏、あのラブホテルとかもすごい好きですね。夏最初なんか103とかその数字出て何の意味だろうねみたいなみんなで喋ってた時に、はい、そう絶対これは僕が一番最初に気づいたっていう自信なんですけど、ホテルの部屋番号だって俺言ったよな。いやみんな知ってるよ。いや俺でも俺も言ってたよな。いやお前も言ってるっていうかもうこれはホテルの部屋番号だって俺言ったんです。逆に何なの他のことを思ってる人はさ、いやその暗号のね絶対解けないこの数式みたいな可能性もあるじゃん。そういやそっちがだからマイナーだよ多分。それな部屋番号今だからそれお前言えるんだな。俺が部屋番号だって言ったの聞いた後だから聞いてないし俺お前それ聞いたことないし最初に聞いたのとか何の数式だって思ってたんですけど全国民僕が気づきましたけどね。全国民部屋番号だって遅いかもしれないもしかしたら下手したらこの部屋番号なんてストロークのせいでこいつなんかわけわかんないこと言ってますわ。いやいやいや俺が去ってやばいですすいませんすいません任意だインタビュー受けちゃいけない人材ですお前だよ激しすぎだろ